はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。俺は怒っている、俺は本当に怒っている。このクソみてえなスキルを考えた後輩の社員に俺ブチギレている。舐めるのもいい加減にしろ悪を支配する力、今日はこのスキルをね救っていきたいというふうに思っております。このねスキルマジでねふざけんなよっていうレベルでなんですけど、ですね、悪を支配するエクストラデッキのイーブルヒーロー融合モンスター1体を選んで相手に見せると。でそのモンスターにカード名が記されている融合体モンスター全てをデッキ外から墓地に送って、めちゃくちゃ強そうなこと書いてあるじゃないですか。まあ、要はイーブルヒーローの融合モンスターの素材がね墓地にパッパッと置かれるんですよ。神ゲーかと思うじゃないですか。このスキルは以下の条件を満たしたデッキを設定してデュエルを開始した場合のみ1ターンに1度かつデュエル中2度使用できるよっていう効果になってましてね。まずね縛りがねすげえきついんだよね。まあ、そもそもデッキにイーブルヒーローモンスター、ダークフュージョンまたはダークコーリングが10枚以上存在するというデッキを使用しないといけないと、まあもう100歩譲って最悪、まあ、しょうがないかなって思ってるんですけど、これはデッキにヒーロー以外のモンスターが存在しないと。いやここまで縛る必要あったか。だから沼地のマシンをとか入れることできないんですよ。でエクストラデッキにイビルヒーローモンスター以外のモンスターが存在しないと。だから汎用の融合モンスターとかも詰めません、このスキルで。しかもねこれねやばいのは覇王城が実装されてなくて、カードで覇王城が実装されていなくて、しかもアダスターゴールドもないんですよ。これ何が言いたいかっていうと、マジでダークコーリングっていうこのカードを素引きしないとこのスキル活かせません。墓地にあるモンスターを回収するって、例えばなんだ闇の量産工場とか、ああいうのを詰めばまだねギリギリ手が融合みたいなことができますけど、そんなことしても弱いからさ、基本的にダークコーリング1枚で出していきたいじゃないですか。このスキルを使ってイーブルヒーローを、ダークコーリングが実質3枚しかないんですよ、デュエルリンクスで。このスキルで出せるイーブルヒーローっていうのは、ちなみにまあどういうねモンスターがいるかっていうと、まあ今のところデュエルリンクスには3枚しかなくて、そもそもイーブルヒーローが、このワイルドサイクロンと、デビルと、インフェルノウィングなんですけど、このねダークコーリングがね3枚しかないから、基本的にこれアダスターゴールドっていうのでサーチできるんですよ。それも実装ないでしょ。で覇王城が実装されてれば、融合とかあとミラクルフュージョンとかでも、なんかミラクルフュージョンじゃねえや、ネクロフュージョンとかでもワンチャン出せるんですけど、覇王城がないんですよ。でしかもイーヴィルヒーローしか入れることができないから、インフェルノウィング の, 闇落ちてない版 の, フレームウィングマンとかも出せないんですよ。やばくない？このスキルマジ考えたやつマジでクビでいいんじゃないかなって思ってるんですけど、今日は全力でそのスキルを救っていきたい、そんな風に考えてます。でいろいろやった結果、マジで、ダークコーリングを素引きしてフェイバリットヒーローをつけてネクロバレー発動してぶん殴っていくしか勝ち筋がありません。基本的にこのデッキネクロバレーを貼るだけのゴミみたいなデッキになりました。ありがとうございますいやマジでこのスキル考えたやつガチでどうかしてんだろ。遊戯王デュエルリンクスエアプだろ絶対にと思ってるんですけど、今日は全力でねこのスキルを救っていきたい。こういうスキルを救うことにこそ私のチャンネルの意義は存在している、そんな風に考えてるんで、やっていきましょう。デュエルマジでこのスキル考えたやつセンスないわ。マジでセンスない。ワンあるな、このハンドは。マジでこのスキル考えたやつガチでセンスないわ。遊戯王やったことないんじゃないの、このスキル考えたやつ。本当になんかさ、なんでさ、そのなんかデモンズレズマンスとかさ、そういうさクソ最強スキルよこしてさ、こういうさイーヴィルヒーローとかいうさスキルがないと動けないようなデッキにはさ、こういうカスみたいなスキルしかことなわけ。不公平だろ。悪を支配する力発動するしかない。悪を支配する力発動。いやーこれどれがいいかな。ワイルドサイクロンでもいいけどな、普通に言えばダークなんだっけ、デビルでもいいんだけど、なんかどっちにしろなくんないから、まあちょっと一旦これでいくしかないな。でダークコーリング発動。ダークコーリングの効果、ワイルドサイクロンを融合召喚させてもらうぜ。融合召喚、いでよイービルヒーロー。出てくるのか、あれ出てくるんだな、あれ出てくるんだな、つまりこのネクロバレー、ネクロバレー、これあ分かった、ヘルゲイナー、ヘルゲイナー、イービルヒーロー、
エルゲイナ召喚する。で、フェイバリットヒーローつける。手札よりマジックカードフェイバリットヒーローを発動。さあこれでヘルゲイナーの効果を発動。ヘルゲイナーの効果によってこのモンスターが2回攻撃をできるのを付与するぜ。ガネーシャ。さあこれによってお前は何を破壊する。なるほどな。バトルフェイズ、バトルフェイズ開始。フェイバリットヒーローの効果によってネクロバレとかいう最強フィールド魔法を発動するぜ。殴ったらディスティンドラ入んのか。これ殴んない正解じゃね。これでエンドじゃね。これでガルドニクスを捨てさせた上でこれ殴んない正解だと思うんだよ。これで 2回攻撃できねえし、できるけど一応クリボールあったら嫌だから、もうこうですね。これでどうでしょう。いやこれネクロバレー相当きついと思うんだよ相手で。ディスティレドル入んなかったらまあそんなに簡単にはねネクロバレーを割ることはできないと思っている私は。さあどうする、さあどうする闇遊戯さんよ。あ、このネクロバレーとかいう最強カードきついだろ。このデッキは通称ネクロバレーを貼るだけのゴミデッキと言ってるからな。ネクロバレーを貼るだけのゴミデッキと名付けました。アダスターゴールドくらいくれない。このスキル実装されるんだったらさ、もう全然よそれは。もうあのデッドルシンでも何でもどうぞ。ネクロバレー貼るだけのねカスみたいなデッキ、ダイヤウルフ。あ、やばい。もしかしてこれネクロバレーを破壊されるのか。まずい。やばい。やってしまったかもしれねえ。やってしまったかもしれねえ。ちょ待って、あ、バトルフェイズ入ってくるの？マジ？バトルフェイズ入ってるのマジ？バトルフェイズマジ？大丈夫？あれ？バトルは甘いでは？あれ？バトルは甘いでは？バトルは甘いでは？さあヘルゲイナーを召喚。リードヒーローヘルゲイナーの効果を発動。このモンスターを2ターン後の未来に送り、イーブルヒーローワイルドサイクロンは2回攻撃をすることが可能。いけワイルドサイクロン。けどインパクト。やっと勝った、やっと勝った、やっと勝ったよ。このスキルゴミすぎる。さあお相手の方、おっと覇王対決きた。熱いじゃねえか。スキル発動、悪を支配する力見せてやろう。圧倒的パワーをな。俺はワイルドマンとフェザーマンも墓地の送り、そしてこの2体の魂をゲームから除外し、融合召喚ワイルドサイクロン。いでよワイルドサイクロン、ワイルドサイクロン。そしてサモンブレイカーを発動、さらにフェイバリットヒーローを発動。これで俺様はターンを終了させてもらうぜ。ガスすぎるマジで。サイクロンで全部崩壊しますからね。サイクロン突き押しみたいなので崩壊しますからね。はい、心の獣いいでしょう。おっとサンダードラゴンできた。これサンドラはサモンブレイカーがめちゃくちゃぶっ刺さるっていう話ですか。ちなみにサモンブレイカーの効果はですね、召喚特殊召喚を3回行ったプレイヤーのターンが終了するっていうめちゃくちゃやばい効果を持ってるんですよね。このヘッドホンめっちゃ強いんですよ。はい、雷鳥竜サンダードラゴンも全然いいです。まず1回目の召喚したんでもで雷鳥竜の効果で特殊召喚がこれ出てくるでしょ。また何か、はい、これでも2回目です。これ次特殊召喚したらターン終了します。相手強すぎでしょ。さあどうする。これサモンブレイカーぶっ刺さってると思うけどね。これねぶちほど刺さってるわ俺。さあどうする。モンスター効果、あ、いいのか。お、特殊召喚したらターン使用するぞ。いいのか。なるほど、サモンブレイカーの効果によってお前のターンを使用する。強い。なんて強いんだ。最強か、最強かだ。スキル発動、悪を支配する力、悪を支配する力によってイーブルヒーロー融合モンスターを相手に見せつけて、その融合モンスターに記された融合素材を墓地に置くことができる。さらにこの墓地に置かれた融合素材モンスターをゲームから除外しダークコーリングを発動。ダークコーリングの効果によりフェザーマンとバーストレディをゲームから除外し、イーブルヒーローインフェルノウィングを融合召喚。
このモンスターの攻撃は貫通するぜ。バトルアイス行け。これはもうフェイバリットヒーローを発動しよう。フェイバリットヒーローの効果によってネクロバレーを発動。これによってレビオニアを出すことはできない。行け、イーヴィルヒーロー。これは順番的にはインフェルノウィングでこっちを殴らせてもらうぜ。行け、おらー。そして貫通ダメージを与え、さらにお前の攻守のうち高い方の方の数値の半分のダメージを相手に与える。なんで半分になっているんだ、なぜ半分になっているんだこのモンスター。ほらみー、くたばれくたばれほらみー。うおー、イビルヒーロー最強。対戦ありがとうございました。悪を倒すためなら、さあお相手の方ユーマくんですね。よろしくお願いします。ユーマさん受けて立つで、俺様のハンドはゲロほど弱い弱すぎるだろ、ふざけるんだよ。アダスターくれや、頼むからアダスターだけくれ。ちょマジでもうダークコーリング3枚のスビキはもうキモすぎるわ。無理だもんこれ。ダークこれ全部手札使いますもんね。全ての手札を使うぜ。俺はイーヴィルヒーローマリシャスエッジとマリシャスエッジを墓地の国現れろ。イーヴィルヒーローマリシャスデビル現れろ。これでマジお祈りエンドするしかねえ。じゃあカードを1枚セットさせてもらうぜ。ターンを終了する。ターンを終了する。今ヘルカイザーのモノマネです。魔法カード発動。あギャー、うわうわぁ SD ローだ、やばい SD ロー来た。あこの展開はやばいやばい。なんかギャラクターアイズファットドラゴンが出てしまう。まずいこれは助けて助けて、あああの弱すぎるよこのモンスター。何に手札3枚使って1枚のカードに処さなきゃいけないんだよ。おかしいよ、不公平だよ。